ドメニコ・ドラゴネッティ、ドメニコ・ドラゴネッティ、デュアメニコ、カルロ・マリア・ドラオーゲネティ、1763年4月9日から1846年4月16日は、イタリアのコントラバス奏者、作曲家である。生まれて30年間を故郷で過ごし、喜劇オペラ、サン、マルコ・ジーン、ビチェンツァのグランドオペラで働いた。その間に、彼の名は徐々に、 ヨーロッパ全土にわたって知られるようになり、1794年のロシア皇帝から招待されるなどいくつかの招待を受けたが、彼はそれを断っている。結局、彼はロンドンの王立劇場オーケストラの一員となる誘いを受けて残る障害墓の地で暮らした。五十年にわたり、王杯、アルバート公やリンスタ公爵のような有力者が集まる社交パーティーや、 ロンドン楽友協会のコンサートなど、イギリス首都における音楽行事には欠かせない人物となった。彼はハイドンやベートーベンとも親交があり、ウィーンを何度か訪れ、彼らにコントラバスをソロ楽器として使う可能性を示している。それまでは、オーケストラの譜面では、チェロとコントラバスを同じパート譜にするのが普通だったが、ドラゴネッティの演奏技術の影響で、 コントラバスのパートフをチェロのパートフとは別に言えるようになった。彼の名はまた、彼が生涯をかけて開業したドラゴネッティ弓を通じても興に伝わっている。ドラゴネッティはベネツィアにて床屋で素人音楽家だったピエトロ・ドラゴネッティとカテリーナ、彼がありの間に誕生した。彼は父の楽器を使い、自分からギターとコントラバスを弾き始めた。まもなく、 バイオリン奏者で舞踏曲の作曲家だったドレッティが彼を見出し、市中の人前で演奏するときに彼を伴うようになった。十二歳で彼はベネツィアで最高のコントラバス奏者だったベリーニに指示した。ベリーニはたった十一回レッスンしただけで、すでにこの子には教えることが何もないと判断した。十三歳でドラゴネッティはベネツィアの喜劇オペラの主席奏者に指名された。 14歳の時、彼は聖ベネデット劇場のグランドオペラの首席コントラバス奏者となった。18歳くらいの時、トレビーゾにて彼はトマジーニのカルテットに誘わた。そして聖マルコの代理人、プロクラトルのモロジーニの目に留まり、サンマルコ寺院のオーディションを受けるように勧められた。彼は1784年に初めて応募するが、この時は アントニオ・スピネッリに敗れた。結局、彼は1787年10月13日に、ここに採用される。この時は、教会のコントラバス奏者5名の末席で、報酬は年に25ダカットだった。しかし、彼はすぐに、首席コントラバス奏者となり、ロシア皇帝から地位を用意して、招待を受けるに至った。その招平は断ったものの、これによって、彼の報酬は上がった。 その頃には彼は非常に有名になり当時のコントラバース奏者としては異例のソロ演奏を行い始めベネツィア共和国に十四人の君主が来訪した際に開催された音楽祭のイレクターに選出されるまでになったナポリの女王は彼のコンチェルトの一つを特に高く評価した彼はグランドオペラの仕事でビチェンツァに赴いたがそこで 当地の聖ペテロ修道院のベネディクト会の修道女から有名なガスパロダサロ作のコントラガスを入手した。この楽器は現在ではサンマルコ寺院の博物館に収納されている。彼はロシア皇帝から新たな地位を提供されたが聖マルコの代理人が報酬を50だかと上乗せしたのでこの招待も断った。聖マルコの代理人はさらに報酬を継続したままで ロンドンの王立劇場に1年間行くことを認めた。それは3年間延長されたが、結局、ドラゴネッティは、ベネツィアがフランス支配を受けた1805年から1814年の間という、ごく短期間を除いては、ベネツィアに帰ることはなかった。彼は1794年9月16日に、ベネツィアを離れ、1794年10月20日の、 王立劇場の初回リハーサルに参加し、1794年12月20日に、ジョバンニパイジエロの作品であるオペラ、パルミーラのゼノアを演奏するオーケストラの一員として、初出演した。数ヶ月の後には彼は、ロンドンでも、大変有名になり、それ以降、人生の最後まで彼は脚光を浴び続けた。その後、彼は、ハイアルバートこと、リンスタ公爵。 との信仰を深めた。1816年から1842年の間に彼はロンドン楽友協会による42回の演奏会に出演した。イタリアオペラオーケストラで彼はチェロ奏者のロバート・リンドレーに出会い、親密になってその後52年間共演を続けた。彼らのレパートリーでは特にアルカンジェロ・コレッリのソナタを得意とした。 83歳の時、彼は、レスタースクウェアにあった下宿で逝居し、1846年4月23日に、聖マリアローマカトリック教会の墓所に埋葬され、1889年に、ウェンブレーのローマカトリック墓地に移れた。ロンドンにおける彼の有名な友人は、ビンセント・ノベロとカルロペ・ポリ伯爵、ベリーに作曲のオペラ、新京都の台本家である。 1791年から1792年、ハイドンはドイツの音楽家で工業をもだったヨハン・ペーター・ザ・アロモンからの提案を受けてイギリスに渡って新しい公共曲を大編成のオーケストラで演奏することにな。この来訪は大きな成功を収め、彼の有名な作品がいくつも生まれた。このため、1794年から1795年に、 次の来訪が実現した。二回目の来訪で、ハイドンはドラゴネッティと出会い良き友人となった。ドラゴネッティは1799年にウィーンにいるハイドンの元を訪れた。ドラゴネッティがベートーベンと親交があったことはよく知られているが、二人が出会ったのもこの初めてのウィーン、来訪間の出来事だった。今日でもベートーベンの公共曲のコントラバスパートを習得することが オーケストラの全コントラバス奏者に求められる能力の合格水準と考えられている。ドラゴネッティは1808年から1809年ウィーンに再び投入した。二度目の投入では作曲家のジーモン・ゼヒターと知域を得た。ジーモンは1824年に宮廷オルガン奏者になり、1851年にはウィーン音楽院の作曲の教授となる。 彼はドラゴネッティのいくつかの演奏会向け商品にピアノ伴奏を書き、その後彼らは生涯にわたり連絡を取り合った。ドラゴネッティは1813年にミタビウィームを訪れベートーベンと再会した。ベートーベンは初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリー・ビトリアの戦いでナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍を破った勝利を 祝して、ウェリントンの勝利をかき上げたばかりだった。この作品の初演は、ベートーベンの公共曲第7番の初演と同時に、1813年12月8日、大学の祝祭ホール、フェサルの演奏会で行われ、ドラゴネッティは、コントラバスの主席奏者を務めた。ドラゴネッティは恐るべき力とスタミナの持ち主として知られている。コントラバスが、 オーケストラのテンポを決めて結束させコンサートマスターを支える役割の場合においては彼の能力は取りは重視された。彼の手は大きく指は長く幅広で駒を高くして他の奏者の楽器に比べて一番と弦が2倍も離れている楽器が演奏できた。当時ではこの演奏法は標準から外れていた。ほとんどの奏者はあるポジションに手を置いたとき 一つの音を人差し指で押さえ、もう一つの音を他の三本の指を合わせて押さえて演奏してた。ドラゴネッティの奏法は波外れて力強く一つの逸話が残っている。ホテルに泊まったある夜、彼は深夜にバルコニーに出てコントラバスを最大音量で弾いた。翌朝、ホテルの宿泊客は口々に嵐が聞こえたかいと問いかけ合ったという。 ドラゴネッティは家族を持たなかったが、等身大のマネキンをいくつか持っており、しばしば旅行にも持参した。数年間、彼の身近な連れ合いは犬のカルロだった。カルロは演奏中は椅子の下で眠り、時々テノールのソロの最中に目を覚まして、うなり声を上げていた。ドラゴネッティは優れた芸術作品を愛した。彼は楽器のコレクターであり、また、 スコアフの原版や絵画など芸術に関する作品のコレクターであった。彼が亡くなった時には次の楽器が残されたハイドンが存命当時の演奏に使われていたと言われるガスパロダサロによる巨大なコントラバス。これは現在はロンドンのビクトリアアルバート美術館に保存されている。マッジーニのコントラバスストラディバリウスのバイオリン、かつてパガニーニが使っていたガスパロダ。 サロのバイオリン2体のアマティのバイオリンラフォントのバイオリンストライバリウスのバイオリンの複製26本の無名のバイオリンガスパロダサロのビオラアマティのビオラヒルのビオラ5本の無名のビオラ6本のチェロ大型のチェロ3本のギター2本のバス3本のフレンチホルンこれについてザ・コントラペースショッペのウェブサイトにはこう記述されているドラゴネッティが有名なガスパロダサロのコントラバスを 所有するに至った経緯には、いくつか小説がある。不要なエムパルマーの書いた、電気、英国のドメニコドラゴネッティは、魅力的で高く推奨できる作品だが、この中にある記述が一番もっともらしい。ドラゴネッティのソリストとしての芸術的な妙義は、空前の素晴らしさだったので、ロンドンとモスクワの両方から魅力的な仕事の依頼が集まった。これらの依頼を断って、 ベネツヤの聖マルコ公爵領協会の主席奏者として、止まる代償として、1791年の契約更新で、ドラゴネッティは、金銭的な賞用を受け取った。ドラゴネッティはまた、彼が暮らし、グランドオペラで演奏するウィーンの聖ペテロ、修道院にて、ベネディクト会の修道王女から、カスパロ・ダサロ作の楽器を寄贈されたと入れる。パルマーによる電気の中の、 CPA ベレンジが1906年に書いた記事についての脚注によると、その楽器はガスパロ・ダサロがビチェンツァの聖ペテロの修道士のために作ったもので、ドラゴネッティの契約を継続するために聖マルコの代理人たちによって寄贈された。1795年にロンドンへ去るとき、ドラゴネッティは友人のもとに多くの作品と原稿を残していった。その中には、 コントラバスの完全体系やコントラバス教則本のほか多く残った課題や練習曲があった。しかし彼が数年後にベネツィアに帰った時にはそれらは売り払われ作者の元には戻らなかった。今日では彼の多くの手紙、私的な書簡、作品、ソロ曲、原稿が大英図書館に収蔵されている。それにはドラゴネッティから直接移存されたものもあり、 ヴィンセント・ノベロが提供したものもあり、またオークションで購入されたものもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。